プロスペース。はい。ということで今日はですねテレビです。これから、テレビの収録に行くんですけども、ちょっと早く着きすぎましたんで、ここでプロスピ動画を撮りたいと思います。なんと昨日ですね、スピリーグ、ロッテとして、今シーズンの戦いはね終了しました。シーズン成績5位というね、形で6勝9敗ですかね。まあいい戦いしたんですけどね、なかなか惜しいところもあったり、まあ一つだけ言えばプロスピユーザーの皆さんの、心を代弁するんであれば、ロッテの現役選手にもっともっと頑張ってもらって、ステータスの方をリアルで上げていただきたい。そうするともっとプロスピープロ選手たちの能力を発揮しやすいんじゃないのかと、ね、いうことがあるとかないとか個人的な見解ですけどあります。なので現役選手はもっと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 頑張ってもらって、口角がつく、ね、楽天のようにラインドライブの選手がたくさんいるっていうところがね、出してもらえてですねっていうところです。頑張れマリーンズ選手たち、プロスピのロッテ純正ユーザーのために。はい、ということでね、今日、ちょっとガチャね、洗濯契約書のガチャまだやってなかったんでね、それをやりたいと思います。まずその前にですね、こちらアニバーサリー第2弾ね、ドリームキャラバンで達成して、取りに行ったんですよね。まあ、これね、誰が出るのかというところでね、まあ、出た選手はですね、まあ、こちらの選手ですね。はい、じゃーん。佐野選手っていうところでね、まあ、こちらもね、極みにして、最強決定戦のセリーゴーダーに、入れました。そして続いてがですね、こちら、エージェント A 契約書でね、スパークのね、契約書でね、絶対誰か当たるんですね。スパークガチャちょっとやってないんですよ。ね。で、これね、誰かというとですね、はい、じゃーんということで、VIP さんも超おすすめの、この選手。はい、じゃーん、宮崎選手。こちらもね、極みにできるんで、今ね、育ててます。っていうところがね、これまでの、選択、契約書、引いてきた中で、あ、そういや、忘れてた。佐々木智也の新しい新刊本、ご購入、ありがとうございます。ただ、本を、一冊買って嬉しそうに買いましたよって、スピリーグの解説の時に持ってきてもらったのは大変嬉しかったんですけども、だからといって、里崎の S を取らなかったことがチャラになることはありません。しかも、交換会で里崎お願いしますと、ユーザーの皆さんにツイッター上でかけて出しますみたいな、そんな楽してんじゃないよと、取れたんですよっていうところだけ一言言っておきたい。まあでもね、これでもし交換会で里崎がね、クレイさん取れれば、まだ動画がね、出てくると思うんで、その時のね、残念、もしくは歓喜っていうところをね、見たいと思いますので、皆さんもね、そちら、注目してください。さあ、ということで、7周年大感謝祭10連福袋っていうね、ところで、選択契約書付き5回目っていうところで、まあ、とりあえずこれ5回しようかな。とりあえずね、自チームはね、迷いに迷っていろんな人に聞いて、まあ、ジャイアンツかソフトバンクっていうところで、まあ、とりあえずは、まあ、千賀がね、メジャーに行ったワールドスターで出なくなるっていうところと、まあ、メルセデスも欲しいんだけどね。で、ギータ、モイネロっていうね、ところを、まあ、取るために、で、しかも極みにしやすいっていうね、ところもあるんで、自チームはソフトバンクで行かせていただきます。はい。ということで、1回目 S1 契約書スタート。ね。ここでギータとかね、来たらもうね、最高よ。レッツゴー。さあ。確定だからね、2枚引き欲しいね、2枚引きね、もしくはギータマー君欲しいね、メルセデス大勢ね欲しい、青柳欲しい、青柳もう俺センター契約書青柳迷ってんだよね、青柳とね、でも青柳は極みにできる、メルセデスは極みにできない、これがどうするかっていうねところ問題や、ね、皆さんどう思いますか、青柳とメルセデスどっちがいいですか、青柳の極み、そしてメルセデスは極みにできない、はい、さあまず1回目小僧の、まあこれね未来に向けてはめっちゃ良くなる可能性あるからね、すごい一気にねステータス上がる可能性あるからね、まあ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 いいでしょ、はい、さあ2連目だから5回で3回5人欲しいね S ね、さあ2回目レッツゴー、お月来てるよ、
絶望からの、はい、ダメ。いやー、確定きれへんか。どうなの、まだチャンスあるよ。当たれ。あー、ダメやな。ほんで笑い、笑って、カモン、ノーカモン。山本由伸、エース健在、スモーリリリーフで一本立ち、中野ショートで一本立ち、青木、最後どこまで頑張れるかベテラン、強打 DeNA にトレード、はい、鈴木大地、外国人阿部も含めて来年勝負の投資、石橋、どうなんだっていうね、坂倉キャッチャー一本へ、はい、山本また出て、はい、最後 S 出なくて大関おめでとう。さあ3回目自チーム確定ね。これでギータ、千賀、モイネロ、これが来たら完璧よね。さあソフトバンク、ここで2枚抜きとこ、来いカモン、おいフラッシュ、あ、これが出たってことはあれだよね、あのかぶりなしだね、かぶりなし、かぶりなし。さあ、あ、来い、いやー、これ2枚引きならず か可能性ある。柳田、モイネロ、千賀の可能性十分ある。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。カブリーズ、ノーカブリーズ。ね。カモン！川越。一瞬森かと思ったわ。2枚引きか。カモン！さっきの映画完全フラッグ。今のは完全にギータ、千賀、モイネロ雰囲気だったけどね。大関復帰おめでとう。まあでも俺はもう大関ずっと持ってたからね、極め入りきるから。もう一回来てくれ、カモン。いやー、ノーノームーン、レッツゴーからの白、カモン。あー、もう確定のみか。あ、でも来てるわ、川越が。いやー、なさそう、なさそう。ブーちゃん、野村、ヘテバリア、やっぱ守備の人だったわ。おーやん、おい、シューメーカー、どこ何メーカーしたんだよ。カモン。いやー、三森、はい、5回目で。これあるのかな、 S 来るよね。レッツゴーからの白、レッツゴーからの、今日レッツゴーノーレッツゴーだよ本当。いや、これは無理か。ほんで笑ってくれ、ラストチャンス、カモン、ノーカモン、ノーカモン立つぞ。いやー、ラッシングなのか。柳、飛ばしだ、ソフトバンク、あ、違う、それミネイだった、ね。うわー、アルカンタラからの、いやー、またよし。いやー、こんな感じなのか。 10% 契約書、そう、2万、カモン、ムカついたから。1割の打率、ほら、来たんちゃん、来たんちゃん、どうだん、来たんちゃん、 S 来たんちゃん、来たんちゃん、カモン、来ないんかーい。エビナからの松井裕樹。さあ、それでは最後に皆さんに選択契約書誰がいいですか、コメント欄をお寄せください。佐々木は青柳かメルセデスにしようかと思ってます。青柳は極み、メルセデスは極みできません。皆さんのコメントお待ちしてます。7回目、しません、ダルセレもあるしね、ここはもう我慢しよう。はい、ということでプロツビでした。お仕事行ってきます。